あ、来てるね。よし、やってこう。本当は仕事をしてるはずだったんだけど、なんか案件がその来ますよって言ってたものが手元に来ないので配信しますまあ年末だからね、みんな忙しいのはわかるんだけど、今日中にっていう話で11時半まで来てないんだから大丈夫かなと思いつつ配信をする、趣味プラス情報ソーティー攻略365日クリア枠でございます。1月末に終了予定のこちら、本日12月28日23時32分52秒始まります。今日はね、ツイッチのタイトルにある通りですね、ザルパクトかな、を意識して使っていくよってやつなんですけれども、一番増強のことですね。こちら、はい、これですね、エンサライルの増強です。支配下にあるトリコの一体につき、プライマリー武器が 25% 上昇する。で、威力モッドの効果乗るんで、今回 42% です。まあ、意識するってだけで、別に特化というわけじゃないです。特化させようと思うと、また全然違う、ビルド構成にもなるんですけれども、まあ、今日はね、オーラモッドとかもわざと敵のシールドを減少させたりと、そう、なんかね、別に誰かに突っ込まれたわけじゃないんだけど、俺、結構配信中ってめちゃくちゃフレームのアビリティ使いたいし、アビリティが放てることこそウォーフレームの醍醐味みたいな風に思ってんのね。だからアビリティ使えないハイジャックとかエネルギー減少とかってすげー大嫌いなのよ。まあ今日、アラドのボス戦でエネルギー減少なんだけど、まあそれはそれで楽しんでるんだけど、できればやりたくないなみたいなステージなのね。ね、だからその配信映えも狙っていつも過剰を乗せてエネルギーが枯渇しないようにやってんだけど、さすがにエネルギーサイフォン、コークションドリフトで、オペレーターのエナジャイングダッシュ、デスキューブのエネルギージェネレーター、これバカでしょって今日ちょっと最近思い始めてですね、俺もまた一皮むけたなというところ、さすがに後から思い返して、それで何十本とか配信とかなんか動画撮ってきたけど、さすがにバカでしょってちょっと俺思い始めたんで、ようやく気がつきました。ありがとうございます。いや、誰かに言われたわけじゃないけれども、今日この頃です。はい、まあそんな中、シールドディスラプションだとか、なんだコロサイブプロジェクションとか、まあいろいろなオーラモッドを使い始めたよという、そういう話ですね。まあそんな中、一番増強も使っていくよということです。はい、まあこれでね、やっていきます。ただちょっとね、最後のステージがエネルギー減少で、まあわざと効率高めにいくんだけど、まあ、フローとか入れないからその分どうかなと思うんだけど、一番って結構その増殖すんのね、ゾンビ効果で。そう、かかったやつが他の人を攻撃するとどんどん最大7体まで増えてってことがあるんで、まあそれ狙ってって、別に最後の戦いはこのまんまのビルドでも大丈夫かなと思ってやっていきます。はい、でカラーリングは正月を先取りレベナント、白と赤でいっちゃうよで今日近接武器はちょっと自由に使っていきます、セロでね。で、こちらは放射線属性の、アプティチュードをつけたトラムナですね。ちょっとたまに、もうこれ別になんか武器とかはなんかすげえ有効だよとかそういう話じゃなくて、ただ単に使いたいからっていう今日はね、はい、そんな感じです。でコーパスダメージ、うん、でまあほら、いつさ連絡も来るか分かんないからさ、できるだけ早めに終わらせなきゃいけないわけよ、配信も。うん、まあなんでそんな感じでやっていきます。で、まあセロ、これは俺のウォーフレーム中一番ね使ってる武器の一つですけれども、まあちょっとリベン入ってます。これは範囲特化のやつです。まあ対グリニアは全然関係ないけど、まあこれでやっていくって感じですね。まあこれに関してはあんまり気にしないでいただければ、近接武器と今回プライマリに関してはね、ふーんみたいな感じで見ていただければと思います。はい、まあ感染ダメージだけど、まあまあいいでしょうというところです。はい、それでは出撃していきましょう。ですね、フォローいただきました、ツイッチありがとうございます。表質さんありがとうございます、フォローいただきました。ちょありがとうございます。はい、こんな形式ですけれども、いつも言ってるような感じだけど、こんな形式ですけれども、フォローいただきまして恐縮でございます。
My Sanuka Project will fix that for you. ってですね。いやー、ほんとね、動画を作る暇がなくて。こう配信中にあくびを出してしまうぐらいですよ。いや、動画ちょっと作ってんだけど、ほんとちょっと。もうね、ほんのちょっとずつしか進めらんない。特にここ数日、4日ぐらいは。だから本当は新たな対戦とかも出してるつもりだったんだよ、この時期に全部。あと2本ぐらいで終わるんだけど、初見実況ね。そう、でもね、ちょっとね、忙しすぎて今日がマジで一番だった。で、明日からはもうない。そう、忙しすぎるということはないです。 OK です。まあそんなこんなで行きましょう。時どこへか、ちょっと音とか聞いてない、あんまり。かろうじて聞いてるんだけど、いつもみたいにがっつり聞いて。あのね、最近気づいたんだけど、これヘッドホンをつけて生活してる時間の方が長いんだよ。だからね、ちょっと耳が心配で大丈夫かなって。まあなので今日ちょっと、まあイヤホンもありかなって思ったんだけど、耳が疲れちゃうので、今日はちょっとあんまりがっつりと音を聞いてる感じじゃないですか。ほんとマジで何なのこれ、なんでこれ手放してんの。ちょっとみんなで解明しよう、これなんでなの。リロードするか、違うね。近接武器にするから、違うね。あー、なるほどね。エイムして撃つから落とすか、そういうことかな。撃ってるじゃないの、なんで落とすのかな。これなんでだ、マジで。エイムグライブですか。あ、近接武器からこれか。近接武器からプライマリに切り替えると落とすんだ。今持ってきた、こっからプライマリに変えると落とすんだ。なるほど、気をつけよう。よし、で、1番、 OK、 仲間にしていくよ。1番で、その数だけ攻撃力が上がるので、上のバフ見てもらうと分かる通り、今 295% のやつです。福さんこんばんは、いつもコメントありがとう。そう、今回ね 295% の最大値でやります。そう、これでプライマリの攻撃を強化していくという感じですね。で、これ実はボス戦にもあって、そのアラドビーの戦いって雑魚的にいるんですよ。まあなのでそのおかげでね、火力を伸ばすことが可能であると。そう、火力を伸ばすための道具にしちゃえばいいじゃない、敵なんてみたいな。おもちゃですよ、レベナントのおもちゃ、レベナンズトイ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 言っちゃって、言っちゃって、あーあー、見なかったことにしてくれ。ふざけんな、あのザッキングスプレー、二度も出てくるの。オッケーオッケー、みんなレベナントが倒れるって思ってた。今のは幻覚なんだよ。そう、あの惑わされちゃダメ。やっぱりその自意識を保つって大事だから。そう、レベナントが倒れるなんてさ、ここ2ヶ月なかったわけですよ。そう、じゃあそんなのが今日たまたま起こるわけないじゃん。そうなんです、みんな今のはね、今見たのは多分こいつのせい、トレジャラーのせいだから、こいつに罪かぶせたきゃ全部解決。さあ次行こうか。よし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 、おめえのせいだっつって、ほらなんか多数決が強いみたいに言われたじゃん、俺の大嫌いの意見。多数決、賛成派が強いとそれが正義になるみたいな例のあれですよ。あっ、もうバカ野郎。ちょっとこれ最悪なんだけど、完全に金属ですから切り替えればいいですよ。まあ、いくらでもこんな修羅場に潜ってきてるんですよ。だってレベルなんだ。やめて、僕で絶対止まんない。いや、最悪ですよ。幻だったのか。そうだよ。あ、証人がいるからね、今日は。ね。今日は、ツイッチ配信中に証人がいらっしゃいますので。ねえ。いや、だから、何聞かれても本当のこと言っちゃダメよ。何聞かれても絶対にレベナントがダウンしてるって言っちゃダメなのよ。
言ったらどうなるか分かってるだろうなっていう話に繋がっていくわけですよ。ダメな配信だな。あんたも好きねって言われちゃうね。あれ欲しかったから言わせてると、いや、あんまり言ってない。今日はね、ゆるくやってる。案件を待ってる。まだ来ないもん。もうちょっとしたくないっすか。あと18分で今日という日が終わるんだが、いやだから配信する時間どうしようかなって迷ったよ。日中にやっとくから。わかりました。ありがとう。まあ、ありがとう。危ないな、忍者衆がすごい。危ないね。もうもうなんなんこれ、もうマジで。コンサル、もうやめろよ、ほんとに。アップデートさせろ、普通に。俺がセカンダリーを持ってくればいいんだね、マジなんだね。これさ、聞いたことないなって、俺。何マーシーキルとか何普通に俺、聞いたことないじゃん。セカンダリーを選ぶのかな。で、今ね。これね、さっきの冒頭にも言いましたけども、ゾンビ効果で増えていきますから仲間が。まあそのおかげでね、ガン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 、7体まで増えて、まあ効果時間に伴ってという考え方もできるかな。効果時間の分だけ、プライマリー武器を強化することができるよという感じです。例えば仲間をここで倒しちゃったとしてもすぐに増えるので、普段から例えばそこの液体感倒したとしてもすぐに7体に戻ると、やっぱりその影響を受けてる敵が、影響を受けてない敵を攻撃して影響を受ける受けてる人を増やすということができるので、まあ効果時間分はずっとプライマリー武器の強化ができるというふうな認識でも、ね、全然大丈夫。これがやっぱりこのレベルの一番の強さと言っても基本ではないかなと思います。素晴らしい。ちょっと長くないですか、ヒロボウへの時間が。あ、スマートさん、ありがとうございます。フォロー、リアルタイム今、ただいまいただきました。ありがとうございます。時間にアクティビティ見てる。あ、なんだかステルションの声も聞こえたな。俺、そういうの見過ごせないんだ。見過ごせないタイプの人種なんです。あ、どこかな。あ、下か。今行きます。任せて任せて先生に任せてごらんなさい。先生にしてあげるからね。ちょっと。OK。あいつと一緒に出口まで行きたかったな。なんで俺は足で行かなきゃ。なんで俺はバレットジャンプで出口まで行かなきゃいけないのよ。いや、案件来ないんだけど。なんで。今日なの。いや、明日忙しいから。そう、今日でお願いします。だけど、OTが早く終わりそう。よし、OK です。終わりました。まず第一ステージね。まあこんな感じで、まあ今ね、ちょっとね、プライマリー、あれだね、ごめん、属性攻撃耐性だったんで、ちょっとプライマリーの攻撃通ってないんじゃないって、強化されてこれですかみたいな感じちょっとあったかもしれないけど、あのこれ属性攻撃耐性なんで、あの基本的に硬いのでね、うん、次のステージからはその進化というか、まあ進化でもないけれども、もうちょっとこういい感じに発揮できているとできると思いますので、よろしくお願いします。そう、これも何度も言うけど、毎回の配信でなんか言ってった方がいいのかなと思ってて、どれをみんな見るかわかんないからね。そうだからね、これはね、365日攻略は1月、来年の1月末、まあ、要するに2022年、もう1ヶ月切ってますけれども、それで終わるんだけど、それが終わるにあたって、Twitch と YouTube の使い方がちょっと変わる、YouTube 配信の使い方変わるので、そう、まあ、Twitch 配信もね、継続していくので、まあ、フォローいただくのはもう全然ありです。で、Twitch は、より一層自由に、
俺のプライベート、引き続きね、まあこれもそうなんだけど、まあ今はね、あのみんなからの質問を答える余裕がないってことで、サブスク登録プラスフォローでコメント OK みたいな風に、今左上と左下に画像が出てるんだけど、まあそれにしてるんですけども、基本的に質問対応って YouTube の方でやってるんだけど、まあ、ちょっとあんま最近 YouTube 配信自体はできてないけど、うん、あのハビチャックの方とかでサブチャンネルの方では結構やってて、まああんな感じでリスナーの参加ありかつ質問も答えるよみたいな。で、Twitch もそっちに近づきます。ただ内容がなんかこうなんかやるぜとかリスナーに還元を求めてやるぜっていう感じじゃなくて、完全に俺が好きなことをやるみたいな、まあそういう風にやっていこうかなと思ってます。で、もちろん参加もあります。コメントもできます。まあそういう感じでやっていこうかな。まあ YouTube だから使い分けとして、まあ本当は使い分ける必要ないんだけど、なんかさ、たまにさ YouTube で俺が配信して、なんか今日は参加枠ありですかとかって質問したくなるじゃん、リスナー視点からだと。それ結構うざいじゃん、その今日は参加あり枠なのかなとかさ、なんでリスナーがいちいち考えなきゃいけないのってなるじゃん。そんな配信者側で聞いてよみたいな感じあるじゃん。いや俺が多分そのリスナー側だったら思うと思うよそれまあそんな風に思ってる人ばっかりかどうかはまあ置いといて、まあ俺だったら思うなって思うから、スイッチは俺の好きなんですよ。っていう参加枠あるしないって。で、YouTube 配信の方は絶対参加枠あるよね。まあ、そういう風に積み上げてきたらいいかなと思って。まあ、結局、スイッチも俺使いたいからみたいなところで。うん、まあ俺も使いたいし、っていう理解にできるから、まあ、こういうところでやっていこうと思います。で、どんどん1番で仲間増やしていきます。ちょっとね、東京モットにね、こう、放送させて、今回ね、なんか、実況動画を多く作ってたあんまなかったと思うんで、今日つけてますみたいなのはちょっとあったと思うんだけど、それはちょっと珍しいタイプかなと思うんですけど、すごい、あの、トラブルが強いのもあるけど、あの、全然結構簡単に倒せてるよね。まあ、放射線障害だから、全然結構高いと思うんですけど、そう、さっきのね、惑星開拓ちょいレベル、ちょい上レベルとかは、あの、そう、あの辺はね、結構、その、まあ、硬そうに見えても、まあ、あれもあれで軽く倒してるわけで、これもね、もうほんとサクサクと 295% の威力上がるって結構なんでね、まあ、美味しくいただいちゃってなみたいな、そんな感じですよ。いいダメージ出てますねあ、これプライマリの強化のセットもっとつけてくればよかったで、さらに敵をキルすることによって火力が上がるガルバナイズアプリチュードがついているので、まあ、そのおかげもあって、かなり火力が伸びてます。嬉しいですね。まあそういう使い方もあるよね。まあね、トラムだって結構その、このプライマリーこいつって結構リロードが長いんですよ。トラムってめちゃくちゃあるじゃん。何ペットもって。結構あるんだけど、やっぱね、強いから打ちやすいのに、こうやってガン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 打っちゃうんだよね。そうで、こういう耐久ミッションとか、まあ実は耐久、まあ、あの、最初に何でもいいって言ったけど、まあ、耐久ミッションあるからトラムなら、そうだよね。え、幻想だったからそう、なんだけど、まあ、そういう展開戦にもここでめちゃくちゃ強いんですよ。で、さらにね、下のアイコンのエイムバーの下に青いバーがあるので、まあ、セカンダリ射撃で AOE ができるし、まあ本当にそれが強くて、まあ、それ込みでね、プライマリの射撃攻撃アップっていうのレベルの一番の状況、そう、一番だから、そんなにエネルギーのコストもいらないし、すぐに放てるわけですよ。ぜひ強化特殊しながら仲間も増やして、で、さらには、結構利点が多いと、まあ、例えね、その、こうやって、ああ、なんか、落ちちゃったみたいになっても、すぐに立て直すことができるし、まあ、それはひいては、すぐにプライマリー武器の火力を強化することが決まるみたいな、まあ、そんな感じなので、攻撃を強化できるからね、まあ、本当に非常にね、威力重視にすると、まさにこのアドバンドですが、チャージ数が上がって、まあ、30% 超えさせると、アディス20って言って、それに20回的なダメージを無効化、状態以上と、アディスを飛んでって、さらに設計を緩ませて動きを止めるみたいな。で、動きが止まったやつに関しては、1番は、エネルギーコストをゼロで発動できるっていう、やばすぎるので、本当にレベルなんで、まあ、俺が365日、投資法を出なくて、あ、これいけるわって思ったゆえんは、やっぱそういうところにもあるし、
まあ、さらにはね、ヘルミスが実装されて、ヘルミスでいろんなフレームのアビリティを実装できますよってなったら、なったのを聞いた瞬間に、あーみたいな。これは来ました。まあ、本当にね。まあ、俺たちにそのレベナントがもう強いのは分かるんですけど、みんなも分かってると思うんだけど、あとはね、この強さを持って、じゃあマジで、ほんとマジで360分でお前やれよなっていう、言ったからにはお前やれよっていうのを今やってるから、そう、そっちの方が、まあこれサブチャンネルのハブチャックのね、スピンジャック君とのラジオでも言ったんだけど、あっ、さっき最後に、例えばコメントくれてたよ。あれ、終わり際にクリスがお客様でしたって言ってくれたから、そうだ、俺返答できなかったんだけど、確かクリスだよ。そうそうそう、あのラジオでも言ってたんだけど、結構、心境に繋がるじゃん。365日やるよ、ロスト絶対しない。言って、やった人のことってなんとなく信用できるかなって思うから、まあ、そこはちょっと重点的にやってるから。みんなに信用してもらうために、みんなが俺のことを疑ってるってわけじゃないけど、まあ、ちょっとでも多くこう信用に足りるね。なんか企画やった時に、例えばクロスプレイが来た後にリスナー還元企画やるよって言った時に、まああいつ365日やるって言った時、1年人生とかしてやってたよなっていうのに、繋がればいいなと思って。まあそれがね、見る人にもよるから、それは必ずしもそういう風に信じてくれて対応するわけじゃないけど、まあ言ったからにはやった方がいいでしょうというところですね。最近にしても何のワークになってんだな、これ。ちょっと一番話も忘れたくないじゃん。一番でやりますって言ってんだから。20点が来ないんだけど、あと7分でしょ。俺の寝る時間も。俺の寝る時間。まあ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 、気合を入れていくか。はい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 。クルーマ多くないですか、クルーマ。お前顔も見たくないんだが、俺は。ナリファイヤー、今日でも一番顔見たくないのはザッピングしてるから。あいつ幻覚を見せてきたからな。あの幻覚はマジでヤバかった。証人がいなきゃ本当にみんなに誤解を招くってことだ。ゼルナンポってゼルナンポってさ、いや、ハピネスがさ、なっちゃうからね。それを回避するためにも、承認を必要になる。承認 F さんっていうか。OK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 。あっ、間違えた、バカ。バカだね、俺。セドを使ってる気分になってたよ。昨日あれから配信終わった後さ、セドが楽しすぎて、しばらくこの、セコンダリー攻撃強くねーって、配信待ってないのに。で、なぜか今本当にね、あのちょっとラジオっぽくなってきちゃったから、この戦いが今セグだと思う。セカンドリー誰もないし問題だと思います。あのブーメランド、セグのブーメランドさ、追尾があるから、そういうでしょ。いいですね。これでまたね、すぐ、169% ですか、今だ。まあ、これだからボス戦にも有効ですね。使っていけますね。いいですね。ちょっと撃破効率があるし、まあ、顔見たくないんですけど。オーケー、チップス。チップスになっちゃう。チップスになれない。お前たちはチップスになっちゃいな。どう。サーガスラックを言いそうです。サーガスラックをアップデートしますかって言って、スチームを起動した時みたいに俺にアップデートしてくれて、サーガスラックをインストールしますか、ブラウザじゃなくてアプリでも起動できます。いいね、それパワーパワードリフト取ったい、取りたいけどその暇がない。こういうことやってるとファンいなくなりますよ。
ん大丈夫と信じよう。ああパワードリブとくださいな。惜しい惜しい。ねえ今です。天の、あ、天のエネルギーいつまで吸ってんの。これ大丈夫かな。バランス崩れたら最悪だな。よし、いいな。なんか明かりが消えたような気がしたが大丈夫大丈夫大丈夫オッケー大丈夫大丈夫ありがとうありがとうね。承認がいた。見てレベルアップ。天の時にはさ、上持って取った時にさ、ゲート通ってこけるってのが分かってるわけじゃん。どうにかなんないいや、こっちどうにもできないじゃん。例えば、ローリングしながら行けばなんかこけないとかあるんだったらその操作をするけど、あれは何してもなんかこけてる感じが。なんかこけない方法あるの。あれちょっとルアボットを取りに来て戻ってきて端の巣にされましたのか。あ、ちょっとこれやばい。あ、テンの何してんのっていう話なんですね。オッケー、よし。まあ結構ちょっとトラムナが強すぎてね、あの対比という意味では相対的にだから、まあその強さっていうのは何事も強い弱い幸せ不幸とかはまあ相対的なものなので、この弱い方、あのじゃあ元の火力を見てから、1番かけてトラムナがどれだけ強くなったかっていうのを見れれば本当はいいんですけど、結局トラムナという武器がちょっと強いところもあって、まあできちゃうできちゃってるんですけれども、まあより簡単になってるよという感じでね、見ていただければと思いますね。まあダメージ数値で見るのが早いかな、それだと、おそらくは。まあこれはあんまり計算式が得意ではないのであれですけど、よし終わった。いいね。さあレベナント、お正月からどうですか。体をあえて白くしました。なんかほら昔の人の化粧ってさ、なんか女性とかもすごい顔真っ白じゃん。でなんかマロみたいな感じ、マロカラーをちょっと、まあ勝手なイメージなんで詳しいわけじゃないんで、体をマロカラーにしてみました。どうですか大丈夫大丈夫これも大丈夫大丈夫かなそう、ちょっと楽しんでます。いや、このセンティエントエフェメラをちょっと豪華ななんかものとしてつけたくて、まあそれならこうちょっと殿様っぽく見えるかなとは思ってて、ほら12時迷っちゃったよ。案件来なかったな。寝る時間なくなっちゃうんだけどOK、 じゃあまあそんなこんなで、おそらく RP がやられた瞬間にタイミングよく来ると信じていきませんせっ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 、いきましょう。アラドさんね、あれバグって治ったのかな。アラドのバグって、あの T ポーズのやつ、出撃すると HP がバッてもうすでに表示されてて、現地行ってもアラドさんは動きませんみたいな、ザヌーカ&アラドは動きませんみたいな、あれ治ったのかな。よし、んないね。あれ本当にある意味ソーティーとかで、まあ、こだわりない場合、あのバグで操作したらマジでラッキー
お、マジか。一方的に射撃で倒して終わりだから。これね、エネルギー減少なんですけれども、今日効率 175% できているので、問題なく使っちゃいます。ただまあ、吐きすぎたらね、それはあれですけれども、あとはもうレベラントに、デスキュートとしてやられないように取り計らって、エネルギージェネレーターを回し続けてくれるか、エネルギー供給もされるという感じですね。当たりがザッピングスクールのザッピングフィールドに見える。He will dissect your warframe and use the pieces to build more of his pets. まあ敵はね、こんな、まあ、トラムが強いんで、ちょんちょんと撃つだけで倒せちゃうね。あー、床が綺麗すぎて床が綺麗すぎて透明感溢れてて。Oh, have you come to make a donation to my newest enterprise? Excellent. いいね。この辺にも敵いてくれていいんだよ。あー、いない。作業員がいない。Oh, if it's your friends you're looking for, you're welcome to place a bid for my newest Zanuka prototype. よし。How I've been looking all over for you, Tanto. お前来たな。よし、行こう。I think you beat the whole planet.そう、本当はね、ザヌークを仲間にすることもできるんだけど、まあ、したところで感はあるんで、ね、そう、したところで、結局ね、仲間に出る時間は決まっているのでね。やめてちょっと、2番をあんまり飛ばさないと。どっちがいいんだろうな。どっちの方が楽なんだろう。オペレーターを使うべきなのか。痛い、やめて、レベナントの歌うるい。ちょっと待って、座り直そう。これで火力を増やしていきます。で、脅威度が非常に高いので、仲間は優先的に狙われる傾向になります。やっぱりまだね、エネルギー研究家はもっともっと、もっと火力が伸びてるのは伸びてるはずなんだったら、倒しました。ザヌーカー、あー、倒しない。ザヌーカー倒しましたね。あとはアラドさんだけです。なんかザヌーカーにダメージどうってたの。あ、仲間にしたからか。ちょっと俺のなんかこう求めてた話全然違うけど、簡単に倒せたっていうのは伝わったかな。だいぶザヌーカーにも火力通したよ。そう、あれね、やっぱりね、放射線ダメージにしてるのもあるけど、やっぱりね、放射線にもついて、ガンガキがいるような放射線の結構では、やっぱ仲間を増やしたりだとか、仲間にね、その新たなヘリコートブルがやっぱ流行ってるなっていうのも思うし、まあ、ちょっとね、部分的にしか見れないような感じだったと思うんだけど、解説動画だったら俺取り直せたかなぐらいだったんだけど、まあ一応ダメージがね、上がってるのはあったし、そう。で、まあ倒せない、まあ、目に見えてね、ヘルスバーのその削りが大きくなってるなっていうところで、まあ、判断だけど、まあそういうのもあるし、まあ、ダメージ数値で見ればっていうことかもしれないけど、まあザトメキがいる戦闘ではやっぱりこのレベダントの一番の増強っていう意味ではね、デメリットをメリットに変える、これウォーフレームの結構基本だったりするので、まあ、出撃前にあれがやだなこれがやだなみたいな状況ってありますよね。そう、デメリットをメリットに変えるには、まあ、じゃあどういう戦い方があるかなとか、まあ、そうすると、そのデメリットがメリットになってるってことは、不利な状況が有利に変わってるってことだから、もう読んで字のごとくステージが簡単になるっていうところもあるので、まあ、ぜひね、そういうところも意識してやってみると、惑星開拓ないしエンドコンテンツはウォーフレームの戦いにおいては楽になるかなというところだね。まあ、結構ね、その簡単なようでアイディア勝負だったりするんで、こういうところは。例えば今のステージね、その仲間にする云々はやっぱりレベナントの特権とかニュクスの特権とか、まあそういうところもあったりするので、うん、まあそういうのはね、なかなかどういう風に、あとは放射線属性にするのかとかね、放射線属性もね、スタック溜まりまくると、やばい攻撃力になるので、属性攻撃、属性にかかってるやつの連中の攻撃力はね、まあそういう属性の、特殊なね、その効果を狙うでもいいと思うんで、まあぜひぜひいろんな方法があるんでね、試してみると面白いかなと思います。いいね、プライマリー云々の話をしてトラムダを中心に使って、おまけにライフルリベンをもらっちゃうっていうのは
いいですね。いいトートボーイエーオーケー。じゃあまあ、序盤に、ビルドは載せましたが、こちらですね、見ていきましょう。さてさて、まあ軽くさらっとおさらいする感じで終えようかなと思います。まあシールド、ディスラプションつけてね、敵のシールドを減少させるというのを、まあ今回はなんかすごい有効だよっていうわけじゃなくて、まあ気をてらってちょっと入れてみたと。いつも同じのもん入れてるんでで、パワードリフト入れて威力ですね。であとは威力モッドインテンシフィーオーガーシークレッツを入れました。まあトランジェンドフォーチュード入れようと思ったんだけど、まあ、ちょっと効果時間マイナスされるの嫌だなと思ったんでやめました。まあ今日はあえてですね、普段は入れるんだけど、あと効果時間プライムとコンティニティオーガーシークレッツコンスティテューションですね。はい。でストリームラインとフリースイングエクスパーティスでアビリティ効率を上げておくという感じです。まああんまりね、一番って効果時間長すぎると機動防衛みたいなミッションだとちょっと使いにくい場面に遭遇する可能性があるので、まあ俺はこんぐらいでいいんじゃないかなと。まあマイナス食らってる込みの調整でこのモッドを指してますけれども、あんま1分とかあってもなーっていう。まあでもその1番をね、今回のこのパクト、サルパクト、スラールパクトかな、まあこいつをね使うにあたってプライマリの武器のダメージが上昇するよってやつなんで、まあ途中でも言ったように、耐久ミッションやってる時に言ったように、効果時間が長ければ長いほど、あ、起動防衛の時に言ったのか、長いほど、そのねプライマリの火力を上げるっていうことに直結するので、まあそういう意味では効果時間は長い方がいいかもしれない。まあそのあたりでね、さじ加減というか、まあ調整していくんでもいいんじゃないかなと思いますね。はい。でまあレベナントに関してはこんな感じです。まあこれはマジで今回はあのマジの1参考例だと思う俺の好みバンバン入ってるし。はい。でバイタルセンス、ポイントストライク、ガラブナイズドチャンバーのガラブナイズドアプティチュードですね。まあキルすると20秒間付与されている状態上の種類ごとに直接ダメージプラス 40% でキルすると繰りダメ上がるよっていうのもつけてました。ブレイデッドラウンズ、これいいですね。であと、対コーパスダメージ、ヘルファイヤー、ストームブリンガー、まあこのぐらいついてると、まあこのぐらいっていうのはこの辺ね、対勢力とか敵の弱点属性とかついてると、クリリスクリバイ率上がってると、あのザヌーカとかレベル100だろうとなんだろうと、まあ多少倒しやすくなるよというところで結構ダメージ通ってましたよね。まあそういう感じで戦えます。あとはプライマリーマーシレス、トラムナとの相性もいいですね。まああとね、デッドヘッドでもいい。こいつね、結構このプライマリーアルケインとねかなり相性がいい、全体的に。トラムナはそうで、まあキルすると 30% のダメージ、最大12回まで重複、リロード速度が上がるのもいいですね。で弾薬処置上限も上がるんで長期戦にも、いけますよという感じでございました。はい。まあ近接武器はもうマジでサラッとにしますこれはもう俺の好きに持ってっただけなんでね。まあ俺のこのゲーム中一番大好きな武器になってるやつですけれども、セロリベンの回もあって範囲プラス3と 2.6 ですね。はい感染ダメージでいつも使ってます。はいウィーピングバンズもつけてね、まあクリダメ関連はもう全然捨ててるんですけれども、低いんでね、まあ状態条件の武器でした。まあそんな感じでまたね、1年365日ソーティー攻略1月末で終了でございます。それ成就できるようにね、引き続き頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ハピネスダークナーハピネスでした。またね、バイバイ。